はい、皆さんこんにちは。今日は SL230 でちょっとテストで出てきております。いつもの、明星林道。マフラーを変えてね、はい、先日伊豆の林道行ってきたんですけど、あ、失礼。それからね、ちょっとあのキャブレターのセッティングを変えたんで、テストに出てきました。どうかな。まあここもね、結構舗装になっちゃったんでね、で前回から変えてるところは、メインジェットと、パイロットジェットを変えてます。まあ、マフラー変えてからのね、キャブの調整についてはちょっとまた、改めて、お話ししますけど、ここまでね、水晶バイパスとか高速も走ってきたんですが、悪くはないですよ。大きく外れてることはないですよね。開け始めは良くなったよ。やっぱりな。ね、メインジェットをね、前回林道行ってる時から、一つ上げてるんですよ。伊豆行った時は、125だったんですけど、今130になってるんですね。キャブレターのね、セッティングというか、調整、私は素人ですから、なんともこれ感覚的な問題でしか言えないんですけど、125から130で、なんていうのかな、ちょっとこう、回転の、難しいな、125の方が、軽やかに、軽やかに回転が上がった気がしますね。ちょっとね、もっさりじゃないけど、どうなのかな。下はね、アイドリング付近のところ、アイドリングからちょっと開けたところぐらいまでのところはね、パイロットジェットがノーマル35なんですけど、38に変えたんで、ここはね、いいと思うんですね。よいしょ。大体こうやってこのくらいの私ぐらいのスピードで走ると、林道だとね、SL だとアクセル回路が前平から2分の1にはあんまりならないんですよね。こうやって普通に走ってる分には大体4分の1ぐらいのところを使うんで、4分の1から2分の1までいかないところ、よいしょ。それと、ニードルに 0.5 のワッシャーを1枚かませてます。
だから、4分のアクセル回数4分の1ぐらいからのところがね、ちょっと変わってると思うんですけど、これもいい感じですね、このパーシャルで進んでから開けた時に、これね力強さが増しましたね。まあこれはね、伊豆行った時も同じなんですよね、これはね、入れる前と入れた後では段違いに違いますね、よいしょ、これどうしようか、ちょっと行ってみるか。今日ブーツも何も履いてないんだけどね。感じね、こうアクセル閉じてから開けたところがよいしょでね、これセカンドでこれが全然いけるんですよ。これがねすごい楽になったな。要はストロークを落とした感じ、すごいよなこれな。いい感じだよねこれ。先はね、多分俺には無理。よいしょ、じゃあ終わりますか。この開け始めね、いいね。だからこれはね、ニードルにワッシャーを入れたあれだと思うんですよね、効果だと思うんですよね。本当セカンド使いやすくなったもんな。今日もほとんどギアしか抜いてないからね。メインジェットはね、どうだろう、高速降りて一回コンビニでプラグ見たんですけど、まあこれまあ被ってる感じはね全然ないんですけど、どうかな、こう吹き上がりというか、回転のシャープさでいったら125なんだな、これ。まあ125でもね、まあ薄すぎることはないと思うんですけど、まあある程度、まあ純正キャブなんでね、許容範囲の中での、上と下みたいな感じだと思うんですよね。ほんとセカンドが使いやすくなったな。よいしょ、まあ問題ないっちゃ問題ないですけどね。
こは動画では俺初めてかな。ね、あげるの。いや、一回やってるか。まあ、今日はこういう、ここまで、こういうとこ走るつもりはなかったんですが、いや、でもまあまあ悪くないって、悪くないっていうか、うん、いいですよ。全然ノーマルの時よりもね、はい、乗りやすくなりましたよ。まあこの前の伊豆の林道の動画でも言ってますけど、小さい石が多いですよね。おお。秋になってくるとね、落ち葉でこうやって見えないんでね。お、ミュートだった。おお、秘境感ありますね。神奈川県ですけどね。まあ、回転のシャープさがね、やっぱり違ったので、これ125に戻して、でそれ以外はそのままという方がもしかしたらいいかもしれないですね。ちょっとね、まあもっさりじゃないけど、まあでも少しね、濃いめの方がエンジンには安心なんですけどね。なんか挟まった、なんか挟まってる。大丈夫か。よいしょ。お、お、これはどうなの？なんか挟まってる。ちょっと待って。なんか挟まってるっぽいね。ここを斜めに突っ切ると絶対滑るよね。これ戻るか。まあそっち側に、そっちから回っていけばいけないことはないけど、どうしよう。まあ戻ろう。戻りますか。まあこれ下ってもね、あの舗装路に出るだけなんで、ここは上りでさ、あの丸太をセカンドで普通に行けちゃうっていうのがすごいよな。 SL 進化だよな。うん、これセカンドだもんな、このゆっくりさで。これはだからさ、まあもちろんメインジェットを上げたのもあるけど、ニードルにワッシャーをかましたっていうのもね、あると思うんですよね。この
アクセル回路4分の1ぐらいのこのね、使いやすさ、パワー感、おごめん、よし、危なかったね。あれは避けるべきだったね。よし。こういうとこやっぱツーリスト強いよな。ここもね、まあそこそこの傾斜があるんですよ。うん。セカンドでこれが行けちゃうっていうのはすごいよな。ついてくるもんな。よいしょ、はい、戻ってきました。よし、はい、ということで、ということで、ということで、はい。ここね、ここね。このライン結構好きなんですよ、私ね。まあ、抜けられたり、長くはないですけど、まあ、そこそこね、こう、テストで走るのは楽しいですよ。はい。マフラー交換して、明らかに薄かったんですよ。で、もともと、この私の SL の方は、二重エアシステムがついてるんで、それでキャンセルしてるじゃないですか。だから、もともと薄かったんですよ。はい。っていうのは、メインジェットも、これの前の方、AI システムがつく前は120で、ノーマルが。で、これは118なんですよ。はい。だから、元から、薄くしてあるんですね。排ガス規制に対応するっていうのかな。はい。で、マフラー変えたことによって、もっと薄くなって、結構プラグ、真っ白だったんですよ。うん。で、一回、まあ、メインジェットとかパイロットジェットとか取る前に、ニードルにワッシャー、入れたんですね。はい。0.5 と 0.3 だったかな。はい。最初に2枚入れて、で、乗ってみたんですよ。だから、開け始めのとこはそれ良かったんですけど、で、メインジェットと、パイロットジェットを取ってきて、で、メインジェットを、125、はい、125、ノーマル118を、125にして、ワッシャーを、0.5 を1枚入れて、で、この前の伊豆の林道に行ったんです。はい。で、悪くなかったんですけど、まあ、時間的な余裕もなかったんで、130を試せなかったんで、で、帰ってきてから、これ、もう一回キャブ外して、130で、ニードル、まあ、0.5 ワッシャーね。はい。で、アクセル戻した時の、なんていうのかな、回転の落ち、まあ、動画の中でもちょっと言ってますけど、あと、その、開け始めのところのね、うん、開け、4分の1までいかない8分の1とかちょっとのところ、が、少しねこう、トルクが細くなった感じだったんで、パイロットジェットを、ノーマル35から38に、変えてます。はい。で、今日のセットなんですね。だから方向性間違ってなかったし、いい感じなんですね。だからあとこれは、まあ、夏場と冬場っていうのも あるんで、あ、今は濃いとすると夏場はもっと濃くなっちゃうんで、だから125に戻してワッシャー 0.5 1枚でパイロットジェット38、がいいかなっていう感じですかね。ちょっとわかんないです。しばらくこれで乗りますけどね。うん。まあね、125だとちょっと回転がガサツっていうのかな、これ表現がすごく難しい
喋ってる途中にバッテリー切れになっちゃいました。どこまで喋ったか忘れちゃいました。まあそんなことでとりあえずはですね、しばらくこう試行錯誤しながら、まあ SL230 ね、楽しみたいと思います。なかなか S の出番が回ってこないですけどかっこいいね SL。 ということで走りますか。もうちょっとね、だからまあ免許と125にね、戻してもいいかもしれませんね。うん、そうそう、なんか冬場と夏場のあれでしたっけ、そんな話してましたっけ。まあ2速3速はだから使いやすくなったかな。うん、まあ半速でもこうゆっくり走っててもね、アクセル開ければ、ついてくるし十分加速するんで、だから本当ね、なんか変わりましたよ SL がね。うん、それとだからマフラーが変わっているんでね、はい、SL の純正はまあ前も言ってますけどオールステンレスの一体式なんで、何キロぐらいあるんだろう、5キロぐらいあると思うんですけどね、測ったことないんで分かんないですけど、作ってもらったワンオフのチタン液体は、液体だけで600g弱ですかね、560とか70ぐらいだと思うんですよ。サイレンサーがどのくらいなのかな、アルミだからね、まあ全然ノーマルより軽いと思うんですけど、だから多分ノーマルのマフラーから、2.5 キロぐらいはね軽くなってるような気がするんで、本当ね、この車体のこの感じすごく軽くなりましたよ。うん、だからちょっとこう跳ねられた時とか、キャンバーになっててね、バランス崩した時とかのこのリカバリーがねすごく、楽になりましたね。はい、これで出てきました。これはね、この恩恵はすごいですね。だから山の中でね、軽快なんですよ、軽快。ちょっと手が冷たい。まあだからこういうのがバイクって面白いですよね。ガラッと変わっちゃうんでね。まあということで、はい、今日はですね、SL230 マフラー変えて、キャブレターの、調整をしてテストに行ってきましたということですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。